はい、こんにちは、ギターの末松です。今日もねほりくんはお休みです。動画を撮りたいという時に限って地方に行っておりますが、というわけで今日は、チューニングについて、まあ初心者からそれこそ上級者まで、楽しんでいただけるんじゃないかという思いで作ります。さて、じゃあすごい簡単なところからチューニングバリバリやっていきましょう。まずは、ちょっと初級の方からパーッといきますよ。まずは各弦の音の高さを覚えましょうね。昔ピッチパイプっていうのがあって、あのギターに合わせてこうプーって笛みたいなのを吹いてそれと音を合わせるみたいなのがあるんですけど、一番最初はそれがいいかも。あのチューナー買っちゃうと、チューナーってね、こうなんていうのかな、ここのドがあるでしょ、音の音がある、ここのドがあるじゃん、ここのドも、ここのドもあるわけですよ。ってことは、あのどこまで上げてもいつかまたドがやってきたり、またあの下げてもドがやってきたりするので、一体どの高さにしたらいいのかわからないみたいなのがあるので、最初ピッチパイプでプーって音を覚えながらそれに近づけといて、あとはチューナーとかで合わせるのがいいかもしれませんね。まずチューナーね、ここチューナー、これね、あの貧弱なやつありますよね。貧弱なやつからこういうごつい、ちょっとごつめのタイプまでありますよね。もちろん精度がちょっと違ったりします。日本製とかアメリカ製とかによってちょっと違ったりします。で、一時期はこれを交換することを非常にこう良しとしてました。あの強いやつにした方がいいというね、のがありましたが、今はもうそういう時代ではないかもしれません。なのでチューナーを変えるのはお気をつけください、ね。なぜかというと、まずこのごつくなるとですね、あの重くなります。なので、あの軽いギター持ってるのにこんな重いのつけると、精度はいいですよ、その代わり精度はすごいけど、あのこうなりますねそれをなんかここで押さえてなきゃいけないから疲れますなんでできれば、あのオリジナルのペグの重さは計算されて大体つけてあるので、僕は別になんかぶつけて曲がっちゃうようなやつでいいと思うんですけどね。で、壊れたら変えればいいんですよ。そんなね、まあ10年に1回壊れるか壊れないかじゃないかなと思うんですよね。それが嫌だっていうのは結構なんかこうちょっと神経質な気がします。さて、じゃあここに、弦はできるだけ3回4回巻きつけるようにしましょう。これは理由があって、まずあまり巻きつけないと外れてしまうというのがありますね。外れてしまうというのがあるので3、4回巻くというのもあるんですけど、これも、ね、あのチューニングですよ。今回はチューニングですけど、これが大事なんで言ってます。ここでテンションをかけるんですよ。わかりますかね。ここから、このナットのところから、こう、ペグにこうね、斜めにこう、弦がこう斜めに倒れることが大事で、この斜めに倒れてる状態で、状態を生むと、弦って張ってる感じがするんですけど、まっすぐになってしまっていると、ペグにまっすぐ張っているような状態ですと、テンションがかからなくてベロンベロンの弦になるんですよ。それこそね、チューニングが悪くなるんですね。ここがね、弦にテンションがかかっていくっていうのが大事なことなので、ちゃんと巻いてください。次は、ナット。ナットって、いろいろ弦ってサイズあるじゃないですか。09から42、また10から46、11から49かなとかって、いろいろありますよね。で、好みでいろいろ張り替える人いるんですよ。あのまあ、楽しいからっつって、それでもいいんですけど、もちろん気にしない人は気にしないんですけど、でもね、やっぱしあのこの溝ってその弦の太さに合わせて削ってあるんで、太いのガボって入れるとやっぱりそこがガバガバになっちゃうんで、戻したくても戻らないんですよね。これごと変えなきゃいけなくなるんで、いや本当ね、これは本当に僕の直属の先輩にも全然気にしない人もいますもうね、話聞いてて超おかしいんだけど、別に関係なかろうもんみたいな感じなんだけど、確かに関係ない、弾ければいいんですけどね。まずは そこがガバガバにならないことが大事だと思います。僕はもう一つ、ナットのね、高さ、ここのね、高さを、この溝の深さをしっかり切ってもらいましょうね。専門家の方に切ってもらえれば一番いいと思います。調べ方としては、3フレットを押さえて
1フレットとこの弦の底というか、これがね、弦がまずぶつかってないんだけど、押さえるとこうカチッとこうちょっとぶつかった音がするというか、ちょっと紙一枚薄いなんだろうな、ビニール1枚入るような、ビニールでも薄いやつね、薄いのが入るぐらい、ちょっと高さがあるぐらいがいいです。それよりはっきりと高くなってるようなのとか、もう完全にこう3フレット押さえた時点でくっついてしまったりしてるときは、ナットの高さがちょっとおかしいかもしれません。で、なんでそれがダメかというと、あのナットが高くなると、弦も高くなりますよね。で、フレットまで押さえ込む間にこうすごく弦にテンションをかけちゃうので、チューニングが来るんですよ。で、チューニングが合ってない気がします。なので、ナットを切ってもらいましょうね、きっちり。ピックアップ、ピックアップなんか関係なさそうですよね。ピックアップあるんですよ。ピックアップってね、磁力なんで、磁石なんで、あの弦がこうわーって震えるのをこう磁石で止めちゃうんですよね、あんま近いと。だからピックアップは1弦の方、僕は1弦の方で、弦との距離は2ミリまでにしてます。だからそのピックアップの出力によって高さはバラバラだけど、1弦側は2ミリまでで、6弦側は3ミリぐらいまでですね。いつも3ミリぐらい、3ミリ以上近づけると、あのローが大きいのもあるけど、なんかこうちょっと弦の鳴りが悪いような気もします。ブリッジですね。ブリッジもすごく大事で、やっぱりね、合わせてます、ちゃんと合わせてますって言っても、こうなんていうのかな、綺麗なこうね、こう円錐状というか、こう 円状になってないとかあります。同じあのナットの時と同じ理由で、そこだけ高いと、やっぱそこだけやっぱり天使あのすごくこうね、上から押さえちゃうことになるので、弦がこうへこみますよね、こうやってね。なのでどうしてもそこだけピッチが高かったりしますし、はい、なのでしっかりとかとオクターブチューニングというのをね、合わせてください。オクターブチューニングについて知らない方はオクターブチューニングでググってください。そしたらすぐ出てきます、いくらでも、ね、それをしっかり合わせることがとっても大事です。あと弦を張るときなんですけども、弦を張るじゃないですか。弦を張って、まあまあちゃんと巻きましたっていう前にですね、弦を張ってここに弦を通すでしょ。それで通してさ、巻きますよっていうときに、一回ね、ここをね、あのボールエンドっていうその玉、こっち側ね、こっち側のをちょっとね緩めてください。ちょっと緩めて、なんかね、伸ばして巻きつけてる間にこうボールエンドはグッと止まってるんだけど、弦がこうちょっとよじれる時があるんですよね。よじれる時があると、どうしてもやっぱチューニングがおかしい。特に6弦とかはなんかあの12フレットのオクターブでこうやってってなった時に、おー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 みたいになったら、大体2弦はねじれてますね。なのでしっかりとねじれを取って、ちょっとボールエンドを遊ばせてあげて、しっかりとしたところにもう一回こう引っ掛けてあげて前であげれると、あのチューニングは安定します。弦がいい感じでこう自然にこう伸びてくれますね。それとチューニングですが、まずはもちろんこうやってチューニングしますよね。どれもこれもだ、 E、A、D、G、B、E といってチューニングするんですが、ギターによってとか、ギターの精度によってとか、張ってる弦との相性とか、フレットの高さとか、いろんなことでどうしてもね、押さえた音の方が高くってっていう時があるんですよ。なのでもしチューニングが合いにくいと思ったら、開放弦でチューニングするのをやめてですね、ハーモニクスでチューニングするんですよ。ハーモニクスでチューニングっていうと、なんていうのかな、均等にこうあの弦の真ん中 を中心にこう振動してくれるので、弦が自然な鳴りをします、意外と。だからハーモニクスで鳴らして、チューニングが合うと意外と合いやすいかもしれませんね。開放弦でダメな時はなんかこの音聞いたことあるな、なんだっけ。ああなんかツイッターだ、まあいいや。あのこのね12フレットの
ハーモニクスでチューニングしてみてください。それでもっと言うと、12フレットのハーモニクスでチューニングしつつ、15フレットを押さえてって各音、これ G、C、F、B フラット、D、G なんだけど、この音になるようにチューニングするとより合うかもしれません。ちょっと大変ですけどね。僕はやります。あ、1個忘れておりました。まず弦を張ったらしっかりと伸ばしてくださいね。伸ばし方は人それぞれなんですけども、低音弦をこう押さえながらやるとか、僕はちょっとずらしながらこうやってテンションのかかる場所をこう変えながらこうやっていくんですけど、しっかり伸ばします。で今もチューニングが狂いましたけども、チューニングが狂わなくなるまで結構やります、ステージ前は。弦を張り終わったら、ここのね、あのこう弦が飛び出してるところがあるでしょ。弦の飛び出してるところをギュッと押さえましょうね。これグッと押さえて、ここにね肩つけちゃうんですよ。肩をつけちゃうと安定します。もう一つ、ナットのところも角度がついてますから、それに合わせてギュッと押さえておく。もう一つ、この一つ一つのペグのね、に巻きついたところをギュッとそこに肩がつくように押さえ込む。これでねかなり安定します。さて、じゃあここからがちょっと大人の時間ですけども、チューナーってね、皆さん何を使われてますか？僕ね最近デジタルやめたんですよ。エフェクターとかデジタルのくせに。あのですね、ずっとこういうピーターソンのこういうなんかこうデジタルのこう何ていうのかな、このね、こういうチューナーとか買ったりして、それこそもう正確なチューニングをできるようにと思ってやってきたんですが、なんかねちょっと濁るんですよね。不思議なんですけど、なんか濁ると思ったことありません？なんかチューニングしたのになんか合ってないよって言われたり したことありません？リハに入ってチューニングしてジャーンってなる人はなんか濁ってるって言われたことありますよね。それで、まあ、弦が緩んだのかなぐらいのものかと思ってたんですけど、なんかよくよくやってみると、いや僕はデジタルのチューナーメーカーを敵に回すつもりは全くありませんよ。でもギターによってなのかもしれない。ギターの設定っていうか、これがいわゆるフェンダーと同じ、チューニング方法というか溝切りの方法になってると合うとか合わないとかが存在するような気がします。でもちろんバジーフェイトンとか、いやなんか特殊なね、まあ、のポール・リード・スミスさんのところのチューニング方法とか、ああいうこう溝の切ってある方法とかを使えば、もしかしたらこういう高精度のチューナーは合うのかもしれませんけど、いわゆるヴィンテージライクなテレキャスター、ストラトキャスター、ジャズマスターとかっていうのって、もしかしたら合わないような気がするんですよね。なんでそこに気づいたかっていうと、まあ実は先輩ミュージシャンがそういうことを言ってて、へえと思って、それを真似てですね、一個これを買ってみたんですよ。じゃんじゃん、コルグのチューナー、初期チューナーですね。めちゃくちゃ GT8 1弦ずつオートマチックじゃチューニングできないっていう。でこれでチューニングしたらめちゃくちゃいい感じになったんで、僕は特に何ていうのかな、チューニングがあんまり合ってるギターってちょっと変だなと思ってて、なんかねキーボードみたいに聞こえるというか、なんかすごく立ち上がってこなくなっちゃうので、そこそこヴィンテージライクでいいんじゃないかと思ってるんですね。楽曲を濁らせるギターのいい役目だったりするなと思うので、そこまでシリアスじゃなくていいと思ってるんです、正直。でそんな楽器って世の中に結構いっぱいあって、まあ、それこそ12弦ギターも2本ずつ貼ってピッチがずれてるからいいわけで、マンドリーもそうですよね。なのでその要は正確に合ってることが全てじゃないという前提で言えば、ヴィンテージライクのギターの方が僕はいいと思ってて、エレキギターっぽいって感じがするんですけども、そういう理由のもとでそっちの系のギターが多いので、
あのこれをちょっと試しに使ってみたらもうすごくチューニングが合うようになって、今でもさすがにねこれオートがついてないんでオートがついてないんで現場では使えないんですけど、これの1個後か2個後ぐらいのやつの、あのクロマチックチューナーでオートが ついたばっかりのやつを使ってます。ステージではそれが一番安定するような気がします。もちろんあのヒリックス使うときはヒリックスのチューナーも使いますけどね、あのそれも時と場合によって、だからあとはそうですね、レコーディングの時とかは持っていけるんだったらこういうやつを持ってってチューニング安定させます。じゃ あのどのぐらいチューニングが違うか、あの聞いてみてくださいね。今ちょっとチューニングしてみますね。まずはこちらから。さあこのチューナーのチューニングです。じゃあ、デジタルの方行きましょう。ちょっと濁った感じがしません。合ってるんで出るんだよな。そうなんですよ。だからギターによってちょっと合う合わないがあるような気がします。これぜひね、なんかあの詳しい人がいたらコメント欄でぜひコメントください。あのね、みんな知りたいところかもしれない。今日はチューニングの話でした。参考になったという方はいいねボタン、気に入ったという方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。